で、試合は直近のランクまであればどれでも構いません。アドバイスいただければ幸いです。はい。画面中央で振り負けたり、相手のターンで守りに入った際に切り返せずに一方的に負けてしまうことが多いです。まあそれでもプラチナまでは上がっている。まあ、プラチナぐらいになるとやっぱこういうコンボがまず完璧ですね。まあここは重ねます。これね、結構やっぱ埋めるのが難しくて、めちゃめちゃ読み負けてる。うわーっと、すごいの来た。この試合を見て思うことは、変わろうとしすぎっていうのは結構ありますよね。前強パンとかタッチ強系とか結構自分から、あとジャンプとかでとにかく攻め倒そうみたいな、相手の技に合わせて技を振るっていうよりかは、その距離になったから技を振ってるっていう感じですよね。まあ期待値が高いキャラクターなんで、もちろんクラカンとか取れば勝てるんだけど、逆に相手もめちゃめちゃ攻めてくるんですよ。相手が技を打ったらクラカンとか取られやすい。で、こういう崩しがやっぱ当たってるので、こういうネタとか通ればもう一気に倒せる。今こうやって見てみるとすごい。自分から前に行ってる。なんで結構確定反撃とかも見逃しちゃってるんですよね。やっぱりこう前強パンとか立ち強系が多いんで、相手もこうジャンプをしてくる。多分飛ばれまくるっていうのが結構きついと思いますね。今のプレイを見ると。相手はこう待ってるんですよ。シフトみたいに結構大悟をいなされてしまうとちょっときつくなってしまうっていう。だってもう少し触る技だけではなく、例えば今の試合だと多かったのが、アキラの強い技を出した時に相手が出してくる選択肢って何なんだっていうのをちょっと考えるといいかもしれないですね。ガードしてたら確定取れてる場面は多かったっていうのもあるんですけど、結構やっぱさっき今の試合で思ったのは、剣側って向こうの大パン大 K が嫌すぎて結構垂直とか置いてたりしてたんですよ。やっぱ前強パンを打った時にどうしてもこう負けてしまう。なんでそれに対してはじゃあこれを対空意識しようとか、序盤は結構強い技頼っちゃっていいと思うんですよ。でもそれに対してどういう対応をしてくるのかっていうのが分かると、もっと相手を崩せるようになりました、ね、結構大パン
台形が多かったんで、今度剣も8台形置いてたりしてたんですよ。で、先に出すことができればもちろん勝てるんですけど、遅いと自分が負けちゃうっていう。で、それに対してはじゃあ立ち壊しできちんと差し返しを狙いましょうとか、相手の振る技に合わせて自分も技を振れるようになってくれると全然違うなっていう印象がありましたね。今だとやっぱとにかく自分が近づく、ジャンプか前ダイパーか立ち台形っていうのがすごい多くて、でもちろんアキラはリターンが高いんでそれで勝てる試合も多いです。ただそれで負ける試合も多いと思うので、相手がどのように動いてくるだろうっていうのを見て、それに対応できるようになってくると一つ伸びるんじゃないかなって思います。はい、本日も CFN アドバイス会にご参加いただきありがとうございました。今回参加した方も全然次回以降も参加して OK なので、またこういうプレイ覚えてきましたとか、今これに困ってるんですけれども何かありませんかみたいな質問全然募集してますんで、皆さんどうかよろしくお願いいたします。